と着用しておりますので、申し上げ、ありがとうございます。ちらっと見せていただきましたけどもね、駒田組選手、そして入れ替わりまして、先ほど上に高く上がっていただきましたあの歌舞伎女松井優子がジェットの方に乗っておりますね。さあそれではですね、ここはバトン変わりまして、それでは高く上がっていただきましょう。アクアボスカイ、このツリーの真下の方に上がっていただきました。さあそれでは参りましょう。続いてはフライフィールド寿司からジンベエがとっても似合う困った組上がってまいりましょう。さあこれは高い、何度も申し上げておりますけども、ジンベエの中にライフジャケットを着用しておりますのでお間違いのないようにね。さあなんだ、今度持っているのは扇子、扇子ですね、先ほどは傘を持ちながら続いては扇子という、非常に小道具も利用しながら、そこら辺がですねフライフィールド寿司の楽しいところ。さあ左右にレモンライムスカッシュからスラロームで回りながらスピンアップ、さあ回りながらくるくる上がる、さあポージングを取りながら、いつもはですね水平に手を出すんですが、今日はなぜか、2人とも歌舞伎風に、アレンジしていただいておりますけどもね。さあどうでしょう、この辺りから、さあここから水面ギリギリのところから上がってくるスラロームをして、さあ何を見せてくる、近いところから扇子を元にしながら余裕で駒が回るぞ。さあここから少し高く上がったところから急降下に降りてまいります。ホースの動きもですね、綺麗な動きを作ってくれるので、さあここはジェイクですね。さあここから体をスピードをつけてくる、左右に揺らしながら皆様方と近いところで合わせる。さあこの辺り後半からバックフリップも出てくるかもしれませんね。手は常に歌舞伎状態になっておりますが、さあこの辺りから扇子を加えましたよ。さあ両手から、さあ歌舞伎とともに、さあジェイクから勢いをつけてくる、両手を広げてのスピンアップ、そしてトルネード、そして急降下、まさに、このスカイツリーをくるくるくるっと回って上がるような絵が撮れていたら、これまたすごいですよね。皆さんの SNS でしっかりと上げていただければと思います。ジンベエのこのスタイルに入ったコマ、組から、さあここは足をキックしながらクイックですね。さあクイックターンを円滑に鋭くスピンアップから上がりながら高さをつける、そしてトルネード十分に回転をつけている。さあここはギリギリのところまで来ますね。さあバックフリップ、さあ綺麗にホースの円を描く、そして上がったところからスピードを上げて、ホースがまるで生きているスネークのようにくるくると回しながらのスネーク。さあどんなもんだ、さあどうだ、ここでこのポーズでしっかりと取ってもらいたい。バックはスカイツリー、そして隅田川を持つ、さあそこからスカイツリー、さあここからもですね、皆様方に先ほどもご紹介をさせていただきました。今回はあの寿司フライフィールド寿司の皆さんがこの水面の祭典に、お祭りに駆けつけてくれております。実際にこのフライフィールド寿司では皆様方に体験をしていただいております。高いところまで上がってますね、そしてインストラクターが先ほどの優子ちゃんも、そして今上がっている駒選手、インストラクターとして皆さんも少しでも上に上がるようにレクチャーしてくれます。やってみたいなと思った方、ぜひともこの夏、チャレンジしていただきたいと思います。詳しいことはですねホームページから
と思いますよ。さあ実際に先ほど上がった、松井優子さんとそして駒拓実さんの2人によるともですね、インストラクターとして上勤しておりますので、さあここからぐるぐるっと回り始めておりますね。さあ何やら小道具をしながらここは降りてくる。さあ十分に皆様方、写真の方とスカイツリーとですね、合わせていただけましたでしょうか。さあいよいよここから最終まもなく、ここはひずった浅場クリップまもなく終盤に入ってまいります。さあまだ撮り終えていないという方しっかりと撮っていただきまして、左右軽く動きますこの技。さあ最後はですね高いところから上がってきてもらいたいと思います。おりますけどもね。さあいよいよさあラストに近づいてまいりました。どんな技で皆さんの最後、フィニッシュをしていただけるのでしょうか。最後は高く上がるのか、そしてスカイツリーと重なってくるのか。さあ最後は歌舞伎から大きく高く上がってまいります。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。フライフィーの逗子からまずは駒拓実でした。さあ隅田川いろんなスポーツができるんですよね。マリンスポーツ、まあこの隅田川をですね拠点に多くの皆様方にも楽しんでいただきたいと思います。さあ今この時間でご覧いただきました、見て楽しんでいただくということでご紹介しておりますけども、ぜひとも皆様方にはこの夏水上スキーそしてウェイクボードも含めてそしてこのアクアボードにチャレンジしていただきたいと思います。まあフライケルトさんもですねみんなあのジンベイ来てたから何だろうと思ったんですけどもね、まあシブリビブリも歌舞伎町で、まあまさに和を、表現していただいた浅草、そしてこの隅田川をイメージしていただきました。